来月3日の東日本実業団対抗駅伝に出場する南陽市の実業団陸上部の壮行会が開かれました。壮行会では選手や監督ら16人が社員からの熱いエールを受けました。 ND ソフトアスリートクラブは東北で唯一の実業団駅伝チームです。チームの中心は東根市出身でフルマラソンの日本トップクラスの成績を持つエース竹内涼真選手。創部8年目の今年は4月までチームで選手として活躍してきた渡辺清弘監督による新体制で臨みます。目指すのは実業団駅伝の最高峰ニューイヤー駅伝3年ぶりの出場権獲得です。昨年とても悔しい思いをしましたので、今年1年は絶対にニューイヤー駅伝に出場するという思いで、チーム一丸でやってきました。見てる人に感動を与えられるような走りができるように精一杯頑張ります。昨年よりも戦える状況にはなっているかなという感覚はありますので、応援していただいている皆さんに、感動の走りを心に響くような走りを全員でしていきたいなと思っております。東日本実業団対抗駅伝は36チームが出場し、来月3日埼玉県で開かれます。そして上位12位までに来年元日のニューイヤー駅伝の出場資格が与えられます。